意外といい感じだね。うん、そうっすね。重ねて濡れそうだね、これなら。前よりツルツルになったけど、ちゃんとくっつくかな。まあとりあえずやってみようか。そうっすね。よかったね、割れて落ちなくて。そうっすね、本当に。じゃあもうこれマジで。あんま落としちゃいけないんだっけ。いや、まあいいんじゃないですか。まあなるべくなら落ちない方がいいけど。重ねられそうですか、上まで。上までいけそう、多分。ボロボロ落ちてきちゃう。それでやった方が良さそうだな、これ。ここからさらに耐水になる。飾り付けというか、手袋ごと。大丈夫そうっすか。いや、これでやった時どんどん膨らんでくからね、やっぱり。あ、なんか押さえてくっつけてやってしまわないから。そう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 。結構難しいですね。やばいかもね、これ。でも前回の結局剥がれなかったけどね。うん、でもちょっと高いからね。やっぱこういうのあった方が楽っすよ。それいいね。なんか持ってきます、うん、すぐ終わっちゃうじゃん。水入れるといい。
のくっつけ方で。これ今日1回で上まで行けますかね。だいぶ膨らみますよね。いいんじゃないかなと思ってるけど、だいぶここの辺膨らんできちゃったんですよ。本当だ。こっちも一生懸命直してるけど、少しずつ固まってくれるのを願いながらやってる。この状態で重ねるのちょっと危険すぎるな。どうしよう。特にここすごい重いな。無理やり重ねてってますけど私は。水かけたら、そういうことになっちゃったんですけど。やばい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 、これどうすんだ。もう上にちょっと薄く伸ばしてつけてくしかないんじゃない。ちょっとだね。でももうちょっとですね。だいぶ進みましたね。うん、でもこれの量あればここ埋まりそうですね。うん、でもキュウちゃんそっち上つなぐならもうちょっと平らにしたいね。ああ上を。でも1ヶ月の最後そこにヒノキ置くときで、いやいや大丈夫ですか。うん、大丈夫。大丈夫。今日ちょっとやばくない。本当やばいかもしれないですけど、次の指で当ててった方がいいと思うよ。何やってんだよ。マジか。上押さえてたら全部剥がれちゃった。入れますか。入れ直しますか。これ無理だよ。貼り付けるの。いやでも見せてくれてるから同じことやるしかないんだ。そうですね。うん、ちょっとこのままいけるか。でもキュウちゃんこれ手でいいんじゃない。ほらいけそうですね。うん、今ちょうどいい硬さになってるよ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。